皆さんこんにちは、谷山キネマ谷山亮です。かなり久しぶりのね、こういう近況報告系のね、ラジオになります。はい、もう間が空きすぎてね、報告しなきゃいけないことが多すぎてね、ちょっと取り留めがない感じになってしまうかもしれませんけども、よろしくお願いします。まずはね、何をおいても、YouTube 谷山キネマ YouTube チャンネルね、チャンネル登録者600人、ありがとうございます。ショート動画の方ではちょっとね、お礼をあげたんですけども、本当はね、500人いった時ぐらいに、500って区切りだから、ちょっとその報告動画を、動画というかこのね、ラジオをあげようと思ってたんですけども、ちょっとね、先月ぐらいから風邪をひいてしまって、で、しかもそれが結構長引いて、熱が出てもう一日ほんとくたばってしまったね。もう本当に動けないような日があって、その後まあ体調はすぐ良くなっていったんですけども、喉がずっと痛くて、もう咳がずっと止まらなくてさ、でそんな状態がずっと続いてたから、この喋る系の収録がもうかなり厳しい状態で、今はね、なんとかも治ったんですけど、かなり長いことね、長引いてしまって、でまあ当然ね、このご時節柄多少落ち着いたとはいえね、このご時世に咳が止まらないとなると、当然ね、疑いがかかるわけですけども、病院行って検査してきましたけども、コロナではございませんでした。陰性でした。ちゃんと検査して、鼻の穴に寝坊を突っ込まれてね、これが噂に聞くあれかって思いながらも、特にコロナではない、ただの風が異様に長引いているだけだったというねことでした。私あんまりね、その体調そういう崩し方することなかったんでね、たまに崩すと結構ああってね思いますね。健康が何より大事でございますね。はい、皆様もね、健康に気をつけてください。ね、でまあその間ね、なんで500人行ったと思ったら600人行って、今670人ぐらい。なんかね、すごいチャンネル登録のペースがさ上がってて、だって前はさ100人増えるまでに1年ぐらいかかってて、ね、結構長いことやってんのに、ようやくね、200人、300人とかってな、なんか1年か2年に一度ぐらいにご報告してたのに、なんかね、今年相手400人になって、500人になって、今600人台後半ってなってくると、結構年内に1000人っていうのが、結構視野に入ってきたんじゃないかと思いますね。ただ、チャンネル登録増えてんですけど、再生時間がね、ちょっと2000時間だっけ、収益化に載せるためにはちょっとそこに結構足りてなくて、なのでよかったら皆さん、こういうねラジオ聞いて、過去の映画トークとかみたいな、1時間ぐらい喋ってるやつを何かする合間に背景で流しながら聞きながら作業とかしてもらえたりすると嬉しいです。はいですね、ちょっとね、本当に1000人になったらなんかちょっとお祝いしたいね。ちょっとまだね、取らぬたぬきの川山ようになりますが、こうなると、また実際ね、1000人になって収益化したら、多少映像コンテンツね、そこでまた収益が出たら映画制作の方にね、その儲かをそのまま突っ込んで、より映画のねスピードを上げたり質を高めたりね、協力してくれる方にギャラを払ったりできるようになるのでね、皆様応援よろしくお願いします。視聴や拡散とかね、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。はい、まずはね、このチャンネル登録、600人ありがとうございますというところで、で次先日行われました島田月洋画イラスト展ね、ご来場いただいた皆様ありがとうございますね。島田月さんは画家をやってらっしゃる、画家やイラストレーター、総じて物書きをね、やってらっしゃる方で、私もね、自分の創作活動ですごいお世話になったりで、今制作中のね、スパイや孤独の容器では、オープニングね、アニメを作っていただいて、ちょっと絵本みたいな感じのね、あれ、島田月先生に作っていただきました。ね、私がイメージ伝えて、それ作画して、アニメーションにしてもらいました。ね。で、あと、メインビジュアル、ポスターね、あれも書いていただいて、あと本編でもね、出演していただいてる、画家を映画に出すというね、無茶ぶりをしながらもね、しっかりね、演じていただいてて、ね、第1話冒頭でスパイアに襲われてる、いきなり
ドア玉に出てくる方ですのでね、よかったらチェックしてみてくださいね。その関係もございまして、島田月洋画イラスト展内で映像ね上映のコーナーがあって、月先生が作ったアニメーションとかを上映してたんですけど、それと合わせてスパイアの第1話と、第2話の、冒頭からオープニングにかけてっていうねっていうのを先行公開しましたね。それでね、見に来ていただいた方、まあ私もね、期間中何回か顔を出して、でまあすごい久しぶりにね会った方とか、あと結構遠方からね、関東の方から来てくださった方とお話とかできて、すごいね良かったですね。皆様ありがとうございました。まあね、結構告知とかがねなんかギリギリになっちゃって、スパイアの1話公開、2話、これもね SNS とか制作ブログでは報告してたんですけど、2話まで、撮影をして、で、予告編をねこちらの YouTube チャンネルで公開してるんですけども、で2話まで本編編集まで終わったら1話2話セットでちょっと先行上映してもいいかなって思ってたんですけど、間に合わなかったので、冒頭だけというね形になってしまいました。なのでこの曖昧なね感じだったので、結構告知がギリギリになったりしてしまったので、ね、大変申し訳ございません。上映で流した2話のね予告編、1話はオープニングはクラウドファンディングでご支援いただいた方々には限定で公開して、URL をねメッセ等でお送りしてますので、よかったらまた見てみてください。でこちらもね多少手を加えて再編集して、さらに本編も作った第2話をこうまた完成した YouTube にアップしていきますね。本編絶賛編集中です。素材はね撮影終わって、ちょっといくつか追撮したいかなって思うんですけど、ほぼほぼキャストのシーンとかは撮り終わってる感じですね。なかなかこの撮影ね、この撮影のこととかもさ、全然ラジオとかで報告できてなかったですよね。2話、第1話公開してからもうかなりね、間が空いてしまって大変申し訳ない形になってしまってんですけど、2話、2話はちょっと路線変更しまして、1話がだいたい20分ぐらい ?30 分ないかなぐらいだったんですけど、2話はちょっと短くして、もう10分ぐらいに短くして、その代わりも早めに出そうというね、30分分ぐらい全部撮ってからやろうとすると、これはもういつまでも終わらないと、とりあえずできるところを出していこうというね。なんで2話をやって、今撮って、で3話の脚本とかも書いて3話の準備をしながら今やっているところでございます。ね、コンスタントに出すと言いながら、ちょっとまだ出せていないというのがなかなかあれですけども、いやーね、大変申し訳ないですかね。その分質がいいものをね、出していけたらと思ってますので。で、2話は、なので少し短めですが、意識するところは1話よりも、短い分密度は濃くしようということで、一応ドラマパート、特撮パートともども1話超えというかね、特撮は1話より、凝ったこと、派手なことをする。で、ドラマパートも1話より、1話は家の中がほとんどだったけど、じゃあちょっと屋外のシーンが増えたりとか、ちょっとね、小道具とか世界観に広がりを見せたりとかっていう1話よりも発展したものを見せていく。短い分密度が濃いものを作っていく。そして3話は2話を超えるという、超えていくというね、そういうのを意識しながらやっていこうと思います。よりね、皆様に良いものをね、面白いものを提供していけたらとね思いますので、もう時間がかかってしまってるのはね本当に申し訳ないと思いつつ、もうかかっちゃってんだったらじゃあその分質をね良くするしかないと思いますので、ね、はい、皆様これからも見守っていただけたら嬉しいですね。なかなかね、はい。で今現在がそういう状態ですね、映画制作とかは。で、最近、ここ最近で少しね、普段と変わったことというと、ね、合気道をね、ちょっと体験してきたんですけど、私、皆様、結構知ってらっしゃる、古い方は知ってらっしゃると思うんですけど、結構武道とか武術が好きで、剣道とか空手とか昔やってたし、総合格闘技のサークルにちょっと顔出して見てた時期もあったりとかね、してたんですけど、で、そのね、関連で知り合った方が合気道の体験
どうですかって言って、で、なんかあのね、合気道って、結構、なんだろう、なんていうのかな、大元っていう、独自のなんかね、信仰みたいなのがあって、あるみたいで、なんかそこと結構密接な関わりがあるようなね、宗教って言っていいのか分かんないけど、で、まあ、そういう部分も創作に役に立つんじゃないかって言われて、その霊界物語っていう、なんか、教本みたいなやつなのかな？ちょっと私もあんまりね、詳しくないんで、体験的に言って軽くお話聞いたぐらいなんであれなんですけど、ね、そういうお話も、なんか創作活動にすごい参考になるんじゃないかって言われて、ちょっとね、顔を出してきました。まあ、合気道ね、ってことで、初めて、なんかね、そう、体験会みたいな、合気道体験した時は、まあ、私はやっぱね、こう、忖度とか、こういう時忖度するの嫌いなんで、じゃあ手を持ってくださいって言われたら、よしって、もう全力でね、ガッて押さえたら、けどこう、まあ、ふわっと持ち上げられてね、うわって、すごい。まあ、なんかあれ、多分力の入れ方とかなんかな、まあ、いろいろちょっと体験して、こう、軽くいろいろ。僕ら世代だと合気道ってさ、まあ、グラップラー刃牙の渋川剛気か、スティーブン・セガールがね、あの辺がさ、合気道といえばって感じですけど、これセガールが映画で使ってた技だ、みたいなのね、いくつか教えてもらって。まあ、ただね、教わっただけなんで、それをバンバンじゃあ実践で決めれるほどには収めてないですけど、なんかね、これからもちょっと、まあ、定期的に顔を出していけたらなと思います。すごいね、興味深いね、面白い感じで、ちょっとね、境港のスティーブン・セガールを目指そうかな、などとね 思っておりますね。あとね、合気道はね、なんか結構年配の方とかもやってらっしゃって、で、70とか80ぐらいから最近始めたみたいな方もいてね、って思ってね、人が何かを始めるのに年齢って関係ないなっていうね、ちょっと思って。まあ、ほんとね、こういうさ、格闘技とかやってるとさ、総合格闘技の先生も自分よりね、だいぶ年上の方だけど、まあ、俺なんかよりも全然ね、強いし、体力もあるしで、で、まあ、結構いろんなね、まあ、自分もさ、もう若くないから、年取るとさ、だんだん衰えていくかなって思いつつも、なんか結構自分よりだいぶね、10歳一回り以上とか、なんかね、そういう年上の方で活躍されている方とね、触れ合う機会が結構多くて、なんか人生に希望が持てますよねって。で、どれだけ鍛えてたかみたいなので、多分そのね、そうやって変わってくると思うから、今からちょっと怠らずになんかいろいろやっとかないとなって思うし、まあ、年取ってるからって何かを始めるのに遅すぎるってことないんだなって、もう。死ぬまで何かに挑戦ってし続けれるんだなって。もうだって80歳から新しいことさ、始めるなんてさ、もうね、じゃあ、いくつになっても何でもできるよって話じゃん。ですね。そういう意味でもいい体験でしたね。ですね。まあさ、総合格闘技もさ、サークルに顔出してたって言ったんですけど、別にね、なんかね、結構ちゃんとした部活みたとか道場みたいな感じじゃなくて、割と緩いさ、来たい人が来てやるような感じだから、最近全然顔出せてないんですよ。別に辞めたつもりとかはないんですが、全然まあもう1年以上参加してなくて、っていうのも体力がね、体力がない、落ちてしまって、デスクワークとかが多い中で、忙しかった中で、でもう体力ないと、ああいうハードなのってさ、練習についていけないとさ、もう相手方にも迷惑だしさ、一緒に来てる人たちさ、があれでもね、一回スパーリングするために、もう休憩とかってさ、してたらさ、お前何しに来たんだよみたいな感じになっちゃうじゃない。そう思うから、ちょっと体力ついてから行こうかなと思いながら行けていないというね、まあ、なんね、やるやると言ってやらないダメなパターンになってるんで、でもいかんなと思ってね、最近まあ、とはいえ体力つけるって言っても、今も9月でちょっと気温落ちてきましたけど、ちょっと前まで暑いからランニングとかしようかなって思ってたけども、全然できないし、家で筋トレするのすらさ、まあ、エアコンつけてるとはいえ、それでも暑いしって感じで、どうしようかなって思ってたんですけど、最近ちょっとね、プールに行くようになって、プールでちょっと水中ウォーキングと、ちょっと
泳いでっていうするようにねして、定期的にプールに行くようになって、これがねなかなかいいというかね、うん、ああ気持ちいいし結構体使うし、でも動いてる時はね水の中だからそんなにしんどくないの。家帰るとうって感じじゃないあれだけど、うん、なんか体力ついてる感がすごいねあるし、とてもねいいんで、運動不足の人にかなりおすすめですね。まあおじいちゃんおばあちゃんとかがよくね水中ウォーキングプールいたしてるけど、そういうね年配の方でも全然できるぐらいだから、ね私と同世代ぐらいだったらもう全然もう全然運動してねえやって人でもいくらでも余裕だと思うんでね、なんか運動したいって人には結構おすすめでございますね。うん、日が落ちてからね夜ぐらいに行ったりしてね、夜の市民プールって、あこれが世に言うナイトプールかと思って、陽キャどもが集まるナイトプールって、まあ、これナイトプールだねって思いながらね、はい、ナイトプールで運動しておりますってね。まあまあね、こう、やっぱね、創作活動するにもね、仕事するにも体力ってないとね、いけないですからね、うん。まあね、なんだかんだ、はい。まあ、近況こんな感じですけどもね、映画制作は頑張っていこうと思っていますが、今、まあ結局なぜ進まないかというと、まあね、ダイレクトに言うとお金がというね、感じなので、じゃあお金を稼ぐために仕事を増やそうとして、今仕事をせっせせっせしていると。仕事をせっせせっせしていると、作業の進みが遅くなるというね、なかなか悪循環だから、それを打破しようとね、今、ちょっと仕事の仕方を変えてみたりしてます。まあ、こういうとこね、自営業のいいところはね、頑張れば増やせるとこがね、うん。サラリーマンだとどんだけ頑張ろうか、まあね、なんかね、営業成績で、ね、増えるとこもあるかもしれないけど、大体の場所は月給制だとね、頑張ったからって給料上がんねえし、そんなすぐにはさってとこだけど、まあ、自営業の場合頑張ればもうよし今月頑張ったから、じゃあ今月お金たくさんみたいなこともね目指せるのでね、今必死こいて頑張ってます。これまでしたことないことにもちょっと挑戦してみたりしてますね。まあなのでね、まあ本当さ、お金があって、例えばさ、どういうことがあってなるとさ、合成作業を今してんだけど、もうさ、これ、すごくめんどくさいというか、ワンフレームさ、こう、微調整してるのがさ、大した作業じゃないけど、無駄に時間がかかるみたいなさ、で、こんなんさ、お金があれば、フォトショップ使えるやつに、丸投げしてやってもらうことも、ね、1枚いくらねワンフレームいくらできるけど、まあそんな余裕がないから自分でやるしかないとね、何時間もかけてっていうね、そういうね、まあなんでね、収益増えたらそういうとこを人に投げてね、ミニチュア制作とかも自分もね作るの楽しいんですけど、言うて専門家じゃないんで、できる人にね、プラモデルとか得意な人とかね、なんかそういうの仕事にしてる人も周りにいいんで、そういう人に頼めたらより効率的にねできてるかなって思ったりはするんですけどね、いかんせん何でもかんでも自分でやろうとすると無限に時間がかかってしまうんでね、その辺をなんとか改善していかなきゃなと思ってます。はい、なのでね、クラウドファンディングは終了しておりますが、ご支援はいつでも受け付けておりますのでね、よかったら連絡ください。興味のある方はエンドクレジットにお名前はお載せしますしね、リターンがねクラウドファンディングの時にやってたリターンも可能な限り対応いたしますね。よろしくお願いしますね。まあ本当ね編集作業なんていうのはね、人様の編集をお金をもらって請け負って仕事でやってんですけど、人様の編集を金をもらって請け負いながら自分の編集をさ、誰かこれ俺かな、誰か金払うかやってくんないかなと思いながらやってるという、なんかね変なことになってますけどねね、まあまあね、いくらそんなことを言ってもちょっとね愚痴っぽい感じになってしまったけどもね、まあこれからもねちゃんとしっかりやっていこうと思いますしね、時間がかかってるけど進めはしてますのでねというね、意思表示をねしっかりね、こいつの企画もうどうなってんだ、もう終わってんじゃね、なんか何自然消滅じゃないみたいな企画、こういうね業界多いんで、そんなことないよ、ちゃんとやってるよって、時間かかってんのはこういう事情だよということをね、ちょっと説明させていただきました。なので、ね、ちょっとね温かい目で見守っていただけたら嬉しいですね。はい、ではでは、ご視聴ありがとうございました。ではまた。